で、AirPods Pro についてのいくつかの噂はあるんだけれども、最初に結論を言っておくと、ただ、一個これ違うことがありまして、めちゃくちゃすごいんですよ。これがもうね、いわゆるこのね、AirPods Pro 第2世代のもう最大の特徴。ただね、デメリットもあると。ここが最大のデメリットです。今から話すのが。買うならもうこう、今、実質5000円ぐらいは値下げされる形なんで、AirPods Pro 第2世代おすすめ。じゃあどこで買えばいいの？やっぱり新品で買いたい人はもう。はい。どうも、石原でございます。今回は、AirPods Pro 第3世代最新モデルどうなのかという噂に加えて、まあ、AirPods シリーズ全般の噂をまとめつつ、動画の最後に、実際 AirPods Pro 第2世代石原使ってるんですけども、めちゃくちゃおすすめのポイントあるんですよ。もう本当に。ただもちろんね、メリットもあれば、デメリットもあるんで、その辺の正直レビューについて、ちょっと動画の後半で皆さんにお伝えしていきたいと思います。で、まずは、現行 AirPods シリーズって、まあ、どのモデルがあるのかをちょっと振り返っておきますと、AirPods 第2世代、AirPods 第3世代、AirPods Pro 第2世代、AirPods Max となってます。4機種ラインナップされていますけれども、実際には AirPods 第2世代が残ってるのはこの形、ね、このイヤホンの形ね、こう置くだけの形だから残っていると。ただ AirPods 第3世代はここが短くなったバージョンなんですけど、僕ね買ってすぐ売ったんですよ。なぜかというと、AirPods Pro 持ってたら、もう AirPods 第3世代いらないんですね。そういった部分もあって、もう売っちゃいました。で、こちらが僕は AirPods Pro 第1世代。で、こちらが AirPods Pro の第2世代になります。で、この第1世代から第2世代に進化したポイントについても、ちょっと動画のレビューの中で後半をお伝えするんですけども、明らかに違うポイントがあるんで、ちょっとね、お楽しみに動画の方ね、最後までご視聴いただければと思います。じゃあ、その AirPods シリーズの最新の噂は、本当に今、どうなっているんだというとこなんですけども、まず AirPods Max に関してなんですけど、この AirPods Max に関しては、僕は買ってません。なぜかというと、まあ、オーバーイヤー型のヘッドホンなんで、個人的には、まあ、音っていう部分に関してはめっちゃ迫力満点なんだろうとは思うんですけど、まあ、個人的にはファッションありきかなという部分があります。だからガチで音楽を聴きたい方はそっちがいいかもしれませんけども、カジュアルに楽しむ分にはもうこのね、AirPods Pro もしくは AirPods でも問題ないかなと思っているんで買ってません。で、これ2020年に発売したんですよ、AirPods Max。うん。だから、AirPods Max 買ってみようかなと思っても、ライトニング端子なんでね、端子が。だからちょっと買い控えっていうのも起こってるんじゃないかなと思っています。で、2020年から、ね、発売してから、1回もアップデートまだされてない。もう4年ぐらい経つんですけど、されてないんで、その辺どうなるかなってとこなんですけど、今年の2024年のアップルイベントでもしかするともう4年経ってるから、AirPods Max 第2世代が出るんじゃないかっていう噂はもちろんあります。はい。ただ、ノイズキャンセリングの性能向上であったりとか、H1 プロセッサーっていうものが搭載されそうだと。あとバッテリー寿命も長くなると。で、USB Type-C。これはね、USB Type-C が搭載されるだろうという、まあ、もろもろの発表の噂は、ございます。まあ、どうなることやらということはあるんですけど、まあ、実際ね、H2 チップ、この AirPods Pro 第2世代にも搭載されているんですけども、もうそれが追加されるんじゃないかなと思います。もし発売されるのであればですね。で、AirPods 第4世代か。AirPods 第3世代発売されて、AirPods 第4世代どうなるのかってとこなんですけど、あんまり進化のポイントは期待するところはないんじゃないかなと思います。まあ AirPods 第3世代っていうのが、割と期待外れというか、割と売れてないっていう情報を聞くので、やっぱり AirPods 第3世代買うなら、AirPods Pro 第2世代を買うよねっていう方が多いんじゃないかなと
いうところであります。だって AirPods 第3世代でももう3万円ぐらいしますので、なかなか難しいところではございますね。ただ音楽聴く分にはいい。ただね、AirPods Pro、後で動画の後半でご紹介するといった特徴がめちゃくちゃあるんで、AirPods 第3世代買うなら AirPods Pro 第2世代かなと僕個人的には思います。はい、じゃあ、AirPods Pro 第3世代はどうなってるんだと。出るのか出ないのかというとこなんですけども、この AirPods Pro 第2世代、これは2022年にアップデートされました。で、そのわずか1年後ぐらいに、この USB Type-C モデルとかワイヤレス充電みたいなもののケースがアップデートされました。はい。Apple 史上稀に見る高級イヤホン、稀に見るじゃないね。稀に見るじゃないけど、まあ、最高級のワイヤレスイヤホンであるというところではございます。はい。で、AirPods Pro についてのいくつかの噂はあるんだけれども、最初に結論を言っておくと、今年はないだろうっていう噂が、可能性が高いと。なかなか難しいんじゃないかとか。バッテリーステータスとか、メディアのコントロール方法とか、まあ、ケースにこう、ディスプレイができるんじゃないかとか、いろんなね、噂は飛び交っておりますけれども、実際に、まあ、2024年はないんじゃないかな、という、まあ、可能性、まあ、リーク情報が一番多いです。なので、まあ、期待して、2024年に AirPods Pro の第3世代が出るかもしれないから、第2世代を買い控えしている方は、少なからず、あと1年以上、まあ、2026年にアップデートっていう噂もあるぐらいなんで、まだ AirPods Pro 第3世代は先の話になりそうなんで、もう今年欲しいなら今年、これね、買っといてもいいんじゃないかなと、個人的には思います。はい。秋にね、その、まあ、AirPods の発売どうなのかっていう部分については、まあ、そんな状況かなというところでございます。ではね、実際ここから AirPods Pro 第2世代を買おうか、 AirPods 第3世代、これ第1世代だけど第3世代を買おうか、 AirPods Pro 第1世代を買おうか、 AirPods Pro 第3世代を待つべきなのかという話も含めながら、石原のこの AirPods Pro、 これの本音レビューを今から皆さんにご紹介していきたいと思います。で、こちらまずね、音質どうなのって思ってる方いらっしゃると思います、ね。音質が AirPods Pro 第1世代から向上したのかどうなのかというところでございますけど、向上してます。はい。明らかに向上してます。低音の強化に加えて、クリアな音質です。なんかね、ボリュームを下げても割と聞こえやすい、ような音質の向上が、見受けられてます。これは H2 チップというものを、まあ、搭載していることもあって、やっぱりこの AirPods Pro 第2世代については、音質かなり向上していることが伺えます。で、やっぱりね、その空間オーディオっていうところの臨場感が驚くほど上がってるんですよね。iPhone をここで置いて AirPods Pro のと、ここに置いて聞くのと、ここに置いて聞くのじゃ全く、例えばここに置いたらこっち側から聞こえるんですよね、ちゃんと。で、こっちに置いたらこっち側から聞こえる。つまりこうやってネットフリックスを見ている状態で、こっち側で AirPods Pro を第2世代使ってたらこう聞こえるじゃないですか。で、例えばこれ右耳左耳だとして、こう横向くでしょ。横向いたらちゃんと左側から聞こえるんですよ。で、こうやると前から聞こえるっていうね。なんかね、もうね臨場感がね、すごいんですね、もう本当に。だから音質の向上もさることながら、臨場感、その空間オーディオに関しても非常にね、アップデートが優れている。この AirPods Pro 第1世代よりも優れている。で、こちらもちろん、AirPods Pro 第1世代もそうなんですけども、ノイズキャンセリングと外部音取り込みモードっていうのがありますよね。あるんですよ。で、どちらにも搭載されてるんで、どちらもいいんですよ。それに関しては。ただ、一個これ違うことがありまして、適応型オーディオっていう新しい機能が搭載されているんですけど、これがね、はい。
を見ていただければわかる。ここ、適応型ってこうあるでしょ。適応型。今はね、タップできないですけど、はめてないんで。外部音取り込みモード、適応型ノイズキャンセリングって言って、3つのモードが AirPods Pro 第2世代では搭載されました。で、AirPods 第1世代はどうなってるのかというと、つながるかな、つながった。つながるのも早いしね。はい、見てください。外部音取り込みモードとノイズキャンセリングしかないんですよ。しかない。こちらにすると、はい、つながりましたね。はい。適応型で出てるでしょ。この適応型がめちゃくちゃすごいんですよ。僕はこの AirPods Pro 第2世代、この適応型のオーディオ、これがめちゃくちゃ優れてます。何かというと、適応型をオンのモードでしておけば、例えば音楽を聴いてるとするじゃないですか。音楽聴いてますよね。で、音楽を聴いていて、誰かから話しかけられました。で、それに答えようと、あ、それねって言おうとした瞬間にオフになるんですよ。自動で。自動でオフになるんです。で、話し終えたタイミングで、まあ5秒から10秒ぐらいかな。なんと、オンになるんですよ。自動で、ノイズキャンセリングモードになる。もしくは、外部音取り込みモードになるっていうのは1個、自分で設定しておくって必要はあるんですけど、音楽の再生停止、ラジオの再生停止、こちらも適応型オーディオで、周囲の状況に合わせて、賢くノイズをコントロールすると。これがもうね、いわゆるこのね、AirPods Pro 第2世代のもう最大の特徴、最大のメリットになってます。本当に。このメリットは非常に大きいです。はい。画面越しにね、もうめちゃくちゃこう拡大してますけど。いや、これがむちゃくちゃいいです。だから音質も向上した。もちろんノイズキャンセリング機能も、まあ、より向上してます。で、外部音取り込みモードもより向上しているんですよね。それらの、なんか特別な機能。それが、この AirPods Pro 第2世代には、搭載されている。で、多分ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、僕は半年前かな。半年前に気づいたんですけど、これ、まあ、ここ押すと再生。2回クリックすると、次の曲。3回クリックすると戻るとか。まあいろいろこう設定できるじゃないですか。このオンオフに関して。で、なんと、知ってる人いると思うんですけど、これ。さする。さする。さすると、まあ上下にスワイプすると音量が調節できる。これちょっと最初コツいるんですけどね。コツがいるんですけど、調節できるというね。なんかもうこれはめておけば、通話オフも OK だし、音量の上げ下げも OK だし、再生停止も OK。もうすべてこれで音楽とかをコントロールできる。もうこれは非常にね、もうおすすめ。もう、適応型オーディオっていうだけでもね、もう本当に非常におすすめなので、AirPods Pro 第2世代、どっちを買うか、もう AirPods Pro 第2世代が超おすすめ。ただね、デメリットもあると。まあ、デメリットというか、気になる点っていうのももちろんあるので、その辺もね、ちょっとお話ししていこうかと思います。はい。まず、やっぱりね、一番気になる点なんですけども、第1世代から第2世代になったことでの、デザインの変更点が一切ない。一切ございません。少しでもね、第2世代と分かるようなアプローチが、主張があればいいんだけど、何もない。ただ、ここね、ケースにストラップホールがついたとかいうぐらいで、外観上はね、もうほぼっていうか、何も変わってないね。何も変わってないです。何も変わってない。はい、で、空張りです。空張りがね、白しかないんですよ。AirPods Max とか空張りあるのに、なんで AirPods シリーズだけ白しかないんだっていうね。僕は黒が大好きなんで、黒が出たらもう黒を買いたいというところでございます。はい。で、
ここが最大のデメリットです。今から話すのが。価格です。はい。もうね、皆さんもご存知かと思いますけども、めちゃくちゃ高いんですよ。これね、今いくらかな、購入ボタンを押してみましょう。購入ね。39,800 円です、これ。さすがに4万円ですからね。さすがに高い。だから気軽に買えるかっていうと、買えないですよ、これ。だけどおすすめなんですよ。だから価格とか気にしないならもうこれ一択なんですね。うん。これ一択。うん。まあ、だから AirPods Pro 第1世代でもいいかな。うん。適応オーディオめっちゃいいんだけど、それなしで言うと AirPods 第1世代でもいいかな。うん。もうちょっと価格帯がね、安くなってくれれば、これ超おすすめと言っても過言ではないっていうところなんですよ。なんで、現状 AirPods Pro 第2世代っていうのは、めちゃくちゃおすすめ。価格気にしないなら、AirPods Pro 第1世代と第2世代、どっちがいいですか？もう、第2世代がもちろんいいです。ただ、価格を考えたら、AirPods Pro 第1世代でも、まあ、申し分はないって思います。はい。で、AirPods 第3世代か、第3世代と、比べると、もう AirPods Pro がいいと思う。絶対。うん。ちょっとこのね、インナーイヤー型だから、押し込み型と、こう、置くタイプだから、ちょっと装着感っていうのはだいぶ変わってくるんですけど、そこだけ気にならなかったら、もうこれかなと思います。はい。で、今年2024年に AirPods Pro 第3世代は、出ない可能性の方が高いなら、もう買うならもうこう今、もう2024年、今、AirPods Pro 第2世代、買っといた方がいいんじゃないかなと思います。これね、ちょっと今調べてみますね。Amazon ならね、ポイントとかつくんで、僕はね、Amazon で買うことをみんなにおすすめしてるんです。AirPods Pro、34,526円で買えちゃいますね。うん。13% オフ。で、しかもポイントが345ポイントつくんで、実質5000円ぐらいは値下げされる形なんで、ぜひ AirPods Pro、どれ買おうかは悩んでる。で、僕は AirPods Pro 第2世代おすすめ。じゃあどこで買えばいいの？もう、Amazon で買いましょう。メルカリとかでもちょっと安いけど、でも誰か使ったもの、ね、やっぱ中古っぽい、中古の可能性っていうか中古だから、やっぱり新品で買いたい人はもう Amazon 一択で、ございます。はい。ということで今回は AirPods シリーズの最新の噂をまとめつつ、石原画家を使ってきた AirPods Pro 第2世代のレビューについてもお伝えさせていただきました。今後も iPhone なんかの、ガジェットのネタとか、まあ、iPhone 15 Pro Max の、1年レビューもしたし、Apple Watch Ultra についてのレビューもしたんで、そちらもちょっとね、ぜひ見ていただければなと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。